マルゲリータ・ディ・サボイアは、マントバ公及びモンフェラート公、フランチェスコ4世の日、スペインとの同訓連合時代のポルトガルで、最後の副王となった。ポルトガルでは、ドゥケサ・デ・マントアの称号で知られる。サボイア公、カルロ・エマヌエーレ1世と、ヒカテリーナ・ミケーラの第二子として、トリノで生まれた。1608年2月、マントバ公生死だったフランチェスコと結婚。マリア、 ルドビーコ、エレオノーラの三子を設けた。ところが、1612年にマントバ公となったフランチェスコは同じ年のうちに亡くなった。フランチェスコには長女、マリアしかいなかったため、彼の実定フェルディナンドスーキ教が原属し、フェルディナンド一世として行為を継いだ。男子継承を優先させたことに、マルゲリータは憤き通った。 もともと、男子が優先される者の,の女性による、公儀継承は禁止されていたわけではなく、1531年に、モンフェラート公位を持っていたマルゲリータ・パレオロギが、マントバ公フェデリーコ・ニセイ・ゴンザーガと結婚したことにより、フェデリーコ・ニセイは、モンフェラート公を名乗るようになったのである。幼いマリーアの貢献としてマルゲリータは、抗議をしたが、フェルディナンド一世の地下で礼遇された。 1626年、フェルディナンド一世は、キカテリーナ・デメディチとの間に、子供がないまま没し,し、後を継いだのは、彼の弟で、数奇教だった、ヴィンチェンツォ二世だった。彼も子供がないまま、翌1627年に急逝した。このため、マントバ行為をめぐって、マントバ継承戦争が起こり、広告はスペインに占領された。マルゲリータの長女マリーアは、 1627年に、フランスの貴族ヌベール公子、シャルルド・ゴンザーグ・ヌベールと結婚した。これにより、マントバ公位は、シャルルの父ヌベール公爵のものとなり、彼は、カルロ一世として、マントバ公及びモンフェルラート公となった。1635年、マルゲリータは、母方の重帝にあたるスペイン王フェリペ四世に、依頼され、スペイン領ポルトガルの副王となった。 彼女は、フェリッペ2世の孫娘であり、姉妹である父方のヒーババベアトリーチャデル・ポルトガロと、母方のヒーババイザベラ・ホン・ポルトガルの二人を通じて、ポルトガル王マヌエル1世の血を引くことから、白羽の矢が立ったものである。この人事は、ポルトガル接政会議の一員ディオゴソアレス、オリバレス公、実質的なポルトガル統治責任者であったミゲル、バスコンセロスの努力によるものだった。 1640年、数年来の盛り上がりを見せていた、ポルトガル再独立は、ブラガンサ工助案を旗印にして、革命となって爆発した。バスコンセロスは暗殺され、マルゲリータは鎮静化を図るものの失敗し、5年もの間反乱は続いた。マルゲリータは、その間、取り巻きとともに、リスボンに残り、新王助案に退去を許されるまで止め置かれた。 1655年、マルゲリータは、スペインのミランダでエブロで亡くなった。ありがとうございます。